さあ、改めまして、皆様、ツインリンクもてぎにようこそおいでくださいました。おはようございます。そろそろですね、走行時間が近づいてまいりましたので、ちょっと皆さんにですね、ゲストのライダー、それからドライバーをご紹介させていただこうかと思います。さあ、もう早速ですね、ヘルメットをかぶりまして、今、A 型でちょっとね、リハーサルをしております。なんか楽しそうだな。はい、お近くにいらっしゃる方はどうぞ拍手をすれば聞こえると思いますのでご紹介させていただきます。伊藤真一さんです。伊藤さん、それ止まっちゃうとエンジンも止まる？止まります？エンジン。さあ、出てまいりました。まずは自転車で漕いで、あの伊藤真一さんがやってまいりました。さあ、エンジンかかりましたね。最初に登場いたしましたのがホンダ A 型、1947年に発売されました車両でございます。初めてホンダの名を付けました製品がこのホンダ A 型ですね。自動車用の補助エンジンと呼ばれておりますこの A 型なんですが、自転車はですねホンダ製ではございませんで、まあ、いわゆる普通の自転車なんですけども、そこにですね、まあ、エンジンとガソリンタンクなどの取り付けキットをですねこう付けたというふうに考えていただければよろしいかと思います。まあ、戦争が終わりまして47年敗戦直後ということもありまして、物資がねなかなか不足している時代に、本田宗一郎、本田の創業者ですね、まあ、自転車で、まあ、遠くに出かけて買い出しをしなければいけないそんな奥様の姿を見て、当時陸軍の払い下げで発電機のエンジンというのがあったんですね。その、まあ、それをですね、なんとかですね、まあ、エンジンをこの自転車にですね取り付けることで、そういった負担を減らせないものかということでこの発想から出来上がったのがホンダ A 型です。ただ非常にこれ評判が良かったもんですから、その後500台ほどね払い下げられました、まあ、エンジンというのはあっという間に、まあ、なくなってしまいまして、その後ですねまた今度は、このバイクモーターというものが、このどんどんとですね発展を遂げていくということになります。排気量 50cc です。バタバタとエンジン音聞こえますよね。ちょっとエンジン音聞いてみますか。はい、原付きと呼ばれております原動機自転車というのはまさにここから来てるんだなっていうのがよくわかりますよね。原動機がついた自転車でございます。50cc 馬力は 0.5 馬力、1馬力ございません、 0.5 馬力です。まあ、70年以上経ってるその姿からちょっと想像できないぐらいね軽快に走ってくれています。伊藤真一さん、ありがとうございます。そろそろお別れですかね。ホンダ A 型、1947年発売でございます。最古のホンダのバイクでございました。ありがとうございます。もっとこんなのをご覧してください。今は、お越しください。